なたの行動、力、戦いの礼儀に僕は振幅しました。もし僕がこの戦いを評するなら、素晴らしく実力を存分に発揮した戦いと言うでしょう。このような相手との出会いは幸運ですし、僕も準備の存在を証明できました。これまでの過激な行動をお許しください。この戦いが終わる、それはつまり僕が列車の物語から退場することを意味しています。そして今、ついにその時がやってきました。はい、約束いたしましょう。僕は無鉄砲な人間ではありません。万全の準備をしてタイミングを見計らって脱出します。僕が列車に来たのは、危機を解決しようとしている皆さんを助けるためです。使命を果たせば銀河に帰ります。銀河はこんなにも広大ですが、またどこかでお会いできるかもしれませんね。ああ、素晴らしい。準備の騎士の使命を果たした後は、次に守るべき場所を探しに行きます。僕は騎士として必勝の決意と栄誉を背負っています。僕の体は無数の鍛錬で鍛えられていますので、簡単には折れませんよ。こんなにも短い偶然の開口でしたが、列車の乗員の皆さんとお知り合いになることができました。皆さんの心はとても美しい。はあ、みんなに話しに行こう。アルジェンティとの話し合いはどうだった？そうだったか。そういった考えを持つことに驚きはない。正直に言えば、若い頃の自分を見ているようで、当時を思い出してしまうが、理性的に考えればそんなやり方は認められない。君はどう思う？これは本質的に彼の準備に対する理解と執着を君が認めるかどうかの問題だ。俺たちは個人が持つ本心への執着を変えることはできない。さっき昼寝をしていたら、夢の中で窓の外にいるもう一人の自分を見たんだ。アルジェンティのプライスレス号を操縦して空を飛んでいた。俺はどうしたんだ。普段なら夢なんて見ないのに。夢の中でアルジェンティの宇宙船を盗んだ俺は、自分に向かって早くアルジェンティを探しに行けと言っていた。俺は他人には一切興味はないが、この奇妙な夢はすごく気になる。それでアルジェンティの奴は一体何を企んでいるんだ。はあ？なんだって？あんなに大きな虫を相手に一人だけで挑もうっていうのか。あいつ、死んでも後悔はないとか鉢植えに別れを告げたとか言っていたが、冗談じゃなかったのか。まさか本気だったとは。あんた、もしかして認めたりしてないよな。そんなの自殺行為だろ。そんな理由で。あいつは一体何に固執してるんだ。別に気にしているわけじゃないが、あいつが死んだら俺の人生の転換点はどうなってしまうんだ。まあいい、俺は確かに奴のことを心配しているぞ。あの頑固者め、あいつにとっては命より信仰の方が大事なのか。ダメだ、あいつに文句を言ってやる。列車から飛び降りた後、僕はランスで巨大新秩序の遺壁を突き刺し、激しい痙攣を引き起こします。その隙に
虫の体内から列車が飛び出せるといいのですが。ベリット、わざわざ来たのは何か言いたいことがあるからですか？そんなの無謀すぎるだろう。自分から危険な目に会いに行くだけだ。どうしても騎士の務めを果たさないといけないのか。他の方法は。俺らのような凡人には理解できない。僕のことを心配してくださってるのですか？あなたも自分の魂の高貴さに気づいていないようです。僕とは異なる表現ですが、独自の魅力がありますね。僕は自身の誓いを守り、あなたを目的地まで送り届けたいと思っています。あんた頭に来た。このベリットにだって根性くらいあるぞ。あんたが聞き入れないなら俺も一緒に行く。どうせ俺の命もあんたが拾ったものだ。まあ俺の力じゃ大して役には立たないだろうが、少しくらいは戦える。ありがとうございます。ですが無理をする必要はありませんよ。あんた本当にどうしようもないな。分かったよ。ふと思ったんだが、俺らは偶然出会わなかったら全く接点のない人間で友人になることもなかっただろうな。あんたの人生は英雄の伝説で、俺の人生は三流小説みたいなものだ。それで相談の余地もないのか。どうしてもここでお別れしなきゃいけないのか。それならここで死んだりするなよ。あんたが帰ってくるのを待っているからな。今回の危機を乗り越えたらカンパニーで広告塔になれよ。大事なのは絶対にここで死なないことだ。心配は不要です。高らかに叫んでみせましょう。準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしと。列車が無事に脱出した後、僕も自分の出口を見つけ安全に抜け出してみせます。そして再会いたしましょう。あなたが全てを見届けられれば僕の情熱的な理想を理解できるはず。宇宙は赤く長い夜の中にある。僕の人生は誰よりも忠誠なのです。吸い込んだんだ。え、まさか虫がこんなに大きいのも幻覚？残念ながらそれは現実だな。アルジェンティはきっとこの花火を美しいと思ってそう。出会ったばかりだけどいいやつだったね。心配だよ。アルジェンティがどうなったのかわからんし、列車は危機から脱したが喜ぶ気には乗れんな。はあ、ベリットも列車から降りちゃったね。あの人すごく悲しそうだったよ。きっとあの人もアルジェンティの考えが理解できなかったんだろうな。準備の騎士団は銀河の中で孤独に旅することに慣れてて、他人に理解されにくい人たちなの。彼らの帰る場所は星空だから、この花火も彼の勲章を象徴しているのかもしれないわね。でもこんなに大きな花火も、こんなに綺麗な星空も、あいつは見られないんだね。彼にも自分の考えや苦悩があるのよ。何しろ準備のアイオーンはもういないでしょうから。
ティがずっと口にしていたイドリラのこと？あいつイドリラを見つけに行くとか、騎士としての務めを果たしてイドリラを守るとかって言い続けてなかった？イドリラが亡くなったことは準備の騎士も黙認しているの。もちろん中には信じたがらない人もいるけどね。例えばさっき会った、彼はイドリラが行方不明になって普通の人間にはたどり着けない場所に隠れてると思ってるんでしょう。ねえ、今回の危機は乗り越えたし、偶然出会った訪問者もいなくなったわ。でもまだ話すべきことがあると思うの。例えば準備とは何だと思う？それはとても美しい瞳なんでしょうね。準備の形は様々で多様に変化するわ。人がそれぞれ心に抱いている答えも違う。だから準備の騎士が銀河で一体何を追い求めているのかすごく興味があるの。仮にアルジェンティが行方不明のイドリラを見つけたとして、人間の目でそれを識別できるのかしら。もしくは自分が執着する神に向き合いながらも目が見えない人のように見て見ぬふりをするか、さらには全く気がつかないか。そうだよ、あいつって目を白い布で覆って自分で課した厳しい条件の中で木の杭と戦って修行している人みたいだよね。うちはよくわからないけど、どうせいつの日かあいつがベロブルグのゴミ箱を漁りながら中に向かって「イドリラ様いますか？いますか？」って叫んでいても多分驚かないと思うよ。でもそれでもね、やっぱりいい人ではあると思うんだ。ちょっと変わっているけど。あれ、俺たちが行こうとしていたのはどこじゃ？